大学。やばい、イメージは強かった。前回大会シードまで26秒届かなかった悔しさを本大会で晴らします。記録10時間33分22秒4年連続63回目の出場、明治です。第2位中央大学、記録5年連続95回目、史上最多14回優勝を誇っている中央大学が箱根路を走ります。記録10時間37分38秒。第3位、日本体育大学、記録10時間39分。3位は日本体育大学、初出場から守っている74年連続出場を果たしました。記録10時間39分32秒。第4位、山梨学院大学、今喜びを爆発させましたクリシアン・グローヨ、2年連続で箱根路を走ります。35回目の出場です。第5位、神奈川大学、記録10時間42分。安堵の表情を見せました。予選会前半は苦しみましたが、最後はまとめてきた神奈川大学、12年連続の出場です。10時間41分57秒。第6位、法政大学、記録大学1年連続82回目の出場。こちらも前半苦しみましたが、最後は6位で予選通過となりました。第7位、中央学院大学、フラッシュイエローが箱根路に戻ってきます。前回予選で敗れた中央学院大学、帰り咲きを果たしました。第8位、駿河台大学、ついに初出場。第8位、駿河台大学、箱根駅伝44校目の参加校です。徳本監督はその瞬間をカメラに収めています。第9位、専修大学、記録10時間。前回県大会20位でした。2年連続でその切符をもぎ取りました。専修大学が9位。さあ、そしてその切符はあと1枚です。最後に呼ばれるのは、第10位、国士舘大学、記録10時間45分41秒。今、肩を寄せ、抱き合って喜びました。国士舘大学、6年連続50回目。拓殖大学は出場を外す。東京都までが本戦出場です。大東文化大学の名前も呼ばれませんでした。さあ、11位はどれくらいの差でどの大学だったんでしょうか。続きまして、第11位、拓殖大学、記録10時間11分。11位が拓殖大学、10位国士舘との差は55秒。1人6秒足らず足りませんでした。第12位、大東文化大学、記録12が大東文化大学8秒。第12位、2分27秒差、記録10時間48分。箱根には届きませんでした。第13位、筑波大学、そして筑波大学も届かず、10時間48分14秒。
そしてまだ上部城西、この城西大学の名前もまだ呼ばれていません。第14位上部大学、記録10時間49分29秒。ここで上部大学の名前が呼ばれました。第14位上部大学、上部大学も10時間49分その駒を進めることはできませんでした。第15位城西大学、記録10時間49分32秒。第15位前回大会本大会16位の城西大学、連続出場はなりませんでした。なお16位以降の結果につきましては、常連校であります城西大学、さらには拓殖大学は9年連続の出場ならず、拓殖大学は55秒差で箱根路への切符を手にすることはできませんでした。まず渡辺さん。